モアヘッドシティはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の東部カータレット郡の港町である。2010年国勢調査での人口は8661人でありカータレット郡の中では最大である。2007年5月5日モアヘッドシティは設立から150周年を祝った。クリスタル海岸と呼ばれる大西洋に面したリゾート地域に属している。 1850年代初期までに一軍の投資家がシェパードポイント土地会社と呼ばれる土地開発プロジェクトを結成して法人化し当時シェパードポイントと呼ばれていたニューポート川に接する半島の東端600エーカーを購入したそこが現在のモアヘッドシティがある場所であるシェパードポイント土地会社の目的はトップセール入りへの自然の推進がある水路を活かすことだった そこは、ボーグバンクスとシャックルフォードバンクスを分ける水路であり、モアヘッドシティ、ボーォート、ニューポート川、沿岸内水路へのアクセスを可能にするものだった。同社は、ノースカロライナ州の木製品の出荷のために、新たなアクセスを可能にする水深の深い港を建設し、ウィルミントンの港が置かれている負荷を軽減するために、設立された。港から、州の内陸部への連絡のために、 1858年4月29日、ゴールズボロとニューバーンの間で、アトランティックノースカロライナ鉄道の路線が、開通した。ノースカロライナ州知事ジョンモトリー・モアヘッドが、シェパードポイントと地会社の投資家の主要メンバーであり、彼にちなんで氏名が付けられた。1858年7月に、全面的な鉄道の運行が始まり、町と西、北、南の地点を結んだ。 モアヘッドシティの町は、公主配列を使って区画割りが行われ、各ブロックは16に等分された区画で構成され、同じ広さとなるように決められた。市内の通りは1番通りから15番通りまで決められ、企業や住宅がその背後にある路地を使えるように、H の字の形をした小道を備える体系になった。モアヘッドシティは1860年に、 ノースカロライナ州上院で正式に法人化された。当時の世帯数はわずか300世帯に過ぎなかった。町は南北戦争まで繁栄を続けたが、1862年に北軍に占領された。この戦争は商業を阻害し、港の経済は人口と共に衰退した。半島に先端にアトランティックホテルが建設されたのが1880年代のことであり、 鉄道が海の傍らの夏の首都と宣伝したことで、地域は再度交流を始めた。鉄道の駅の入り口が併設され、大きな舞踏ホールがあり、桟橋もあって、搬送を楽しめ、防具バンクスへの渡し船もある。この特別なホテルの人気に乗って、夏の観光地としてのモアヘッドシティが確立された。シャックルフォードバンクスの島に住んでいた漁師が、本土に移転し、 10番通りから15番通りの間の地域に入り、そこを約束の地と呼んだのが1880年代と1890年代だった。これら漁師が漁業の中核となり、現在でも町の経済の重要な部分を占め続けている。世界恐慌と第二次世界大戦が町の性格を著しく変えた。伝統ある中心街が衰退し、 新しい店舗が西側に開店し、町の古い中心街の衰退が加速された。最終的に1 9八十年代、町は地域社会開発ブロック助成金を得て再生が始まり、古いインフラを取り替え、ウォーターフロントの外観を改良した。その後の助成金、民間資本、さらに町の予算で推進力を維持したので、新しい防潮堤、地下のユーティリティ、 レンガ舗装の歩道ができ、ウォーターフロントにはプランターが並び、街路樹が並ぶ通りや、改修された家屋、新しい船着き場と、新しい企業ができた。モアヘッドシティ歴史地区とモアヘッドシティ市民ビルが、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。モアヘッドシティ、アトランティックビーチより見るモアヘッドシティの経済は、圧倒的に様々なエコツーリーズム活動に基づいて、おり、 また退職者の街が成長している。地元経済は、モアヘッドシティの港、蛍光業、土地開発、小規模商業漁業、スポーツフィッシング、その他サービス関連事業に基づいている。州内のニューバーン、ハブロック、ジャクソンビル各市から容易にアクセスできる位置にある。アメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地は、市の北西17マイル、ハブロック市内に、 同じく海兵隊キャンプレジューン基地が市の西30マイル、ジャクソンビル近くにある。林産市を輸出していたノースカロライナ州の港として現在も残っている2港の一つである。港には22万5000トンを収蔵できる倉庫と広大な屋外保管施設があり、貨物取り扱いができる。市内にあるカータレット総合病院はカータレット郡では カータレット郡公共教育学区に続く第2位の大規模雇用種である。市内では毎年、ハゲは美しい大会が開催され、アメリカの特等男性組織の本部がある。カータレットコミュニティカレッジは、主に貿易とサービス業種に特化した2年生順、学士資格を提供している。地域には、ノースカロライナ大学の海洋科学研究所、 ノースカロライナ州立大学海洋科学技術センター、リューク大学海洋研究室など世界に通用する研究組織がある。市内にはノースカロライナ州政府の組織として海洋漁業部の研究と準種支部もある。モアヘッド式と周辺地域はあらゆる種類の釣りに優れた環境にある。自然のままの三角湖があり、大陸峰やメキシコ湾流にも 近いことで、レクリエーションフィッシングのための多くの機会が得られる。メキシコ湾流は、大西洋のフロリダ半島の先端に発し、アメリカ合衆国東部の海岸に沿って北上し、ニューファンドランド島に達して、大西洋を横切る強力で暖かく早い潮流で、あるので、西黒カジキなどのカジキを含む大型魚種を海岸近くまで連れてきている。 ビッグロック黒カジキ選手権は1957年に始められ、毎年大型の黒カジキを見るために、あらゆるタイプの釣りファンの大群衆を、モアヘッドシティに引き付けている。スポーツフィッシング産業の流星に加えて、モアヘッドシティと周辺地域は、スキューバダイビングで人気のある場所となっている。ノースカロライナ州海岸沖の海域は、大西洋の墓場とも言われることが多く、 世界中からダイバーを引きつける遺産がある。モアヘッドシティ住人のジョージ・ピュリホイが、その一部を発見した、ドイツの潜水艦 U-352 など、有名な多くの南線がすぐ近くの海岸に沈んでいる。コンテナターミナル大学野球の下季リーグである、コースタルプレーンリーグに属するモアヘッドシティマーリンズが、モアヘッドシティを本拠地にしている。市内のオニールフィールドアとト、 ビッグロックスタジアムで試合を行い、2010年のシーズンから参入している。青少年スポーツとしては、リトルリーグ野球、サッカーリーグ、バスケットボールリーグがある。モアヘッドシティは、カータレット郡の中心から南西に位置し、座標では、北緯34度43分40秒、整形76度44分48秒。 北緯34.72778度整形76.74667度34.72778-76.74667にある。南は防具サウンド北と東はニューポート川に接する半島の上にある。川を越えて東は防法都庁防具サウンドを越えて南はアトランティックビーチになっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は8.5平方マイルであり、このうち陸地6.8平方マイル、水域は1.7平方マイルで、水域率は17.75%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アムトラックがウィルソンまで乗り継ぎバスを運行しており、そこでパルメット号に乗り換えれば、北のニューヨーク市、 南のジョージア州サバンナに行くことができる。カータレット郡ニューズタイムズは週3回発行される地方新聞であり、カータレット印刷者が所有している。モアヘッドシティはグリーンビルニューバーン、ジャクソンビルテレビ市場に属しており、ニールセンメディアリサーチによれば2007年時点で国内第109位である。以下のテレビ局がある。ありがとうございます。